物件保フは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのエアランゲンヘイヒシュタット軍に属す、マチソンで、ウッテンドイト行政共同体を形成する。物件保フは、エアランゲンの東、ニュルンベルガー・ライヒスバルトの北に隣接して位置している。この自治体は、エアランゲン周辺地域への通勤者の住宅地であり、ドイツに11ある、 大都市圏の一つニュルンベルク大都市圏の一部をなす。この自治体はシュバーバッハ側の渓谷に位置している。この町は公式には物件豊富集落単独で構成される。ライヒスバルト州有部に物件豊富の村が創設されたのは11世紀から12世紀の間である。この集落は1372年に初めて文献で研究されている。 1564年から1567年に、ハラー男爵は、物件豊富城を建設した。1886年から1963年までの間、エアランゲンからエシェナウエのローカル鉄道の駅が設けられていた。その愛称、セクは、今日でもカーニバルサークルの名称、セクナランに使われている。物件豊富は隣接するエアランゲンと共に、 第二次世界大戦後から2000年までの間に急速な人口増加を経験し、バイエルン州で最も人口密度の高い市町村の一つとなった。この街の大変な人気は不動産価格に反映されているのだが、ハイテク都市エアランゲンと境を接すると同時に、ライヒスバルトの自然に囲まれたその場所に理由があるのかもしれない。70年代に設置された人海処理所 イ知礼拝堂物件豊富は、修道2 2 4 5線によってアランゲン、および隣接自治体のシュパールドルフ、ウッテンドイトと結ばれている。中心街を除いて、至るところで、制限速度持続3 0 k m r になっている。物件豊富は285系統で、エアランゲン市内に208系統および209系統で、 ニュルンベルク広域交通ネットワークに接続している。かつては鉄道エアランゲンエシェナウセの駅があったが廃止された。ありがとうございます。